ここにね、そう、ろうそくがあるからちょっと怖いんだ。こんな感じ。かわいいでしょ。あ、こんな感じ。ちょっとね、そこのちょっと電気につないでるからあれだけども、見えますか？元気玉みたい。こうしたらエナジーボール。 ここにさ、これは普通に、多分これ見えないか、見えない。これ越しに見たら綺麗かも。この画面越しに見てください。こんな柄、私にはこういう風に見えてる。かわいいでしょ。ちょっとね、画面上だと明るく見えるんだけど、この奥の私のスマホに映っているものが私が見えてる映像です。そう、ちょっとこうやってやるとさ、発光しちゃって、こう何に合わせればいいんだろう。黒髪。そう、実際はこんな感じ、映ってる感じです。あ、こうか。綺麗でしょ。明日はいて座が1位、2位がヤギ座、3位が牡牛座です。良いことがあるでしょう。なんかで覆わないの？関節になる。なんかで覆わないの？これがかわいレトロな関節の照明って感じでなっておりますので、ね、お羊座です。明日のお羊座は5位。明日の運勢1位は あとね、これに、このろうそくにね、垂らそうかなーって思って、本日私はこのこれ、アロマオイルを届きました。届きましたよ。ジェニングさん、あ、これ何？一って何？一。一ってなんだ。ありがとうございます。一。うん。
の運勢を占いましょう。明日の運勢、いて座、しし座、おひつじ座、ふたご座、天秤座、水亀座、乙女座、ヤギ座、カニ座、魚座、さそり座、おうし座の順になっております。え、本当タロットどこ行ったんだろう私。本当にどこ行ったんだろう。とても思ってる。いい光でしょう。タロットを見つけたい、私は。私はね、LINE 占いをたまに見てます。LINE 占い知ってますか？ああ、マスクが。LINE 占い知ってますか？私、LINE 占いを見てますよ。あ、もう諦めた。いや、私持ってきたか絶妙なラインなんですよね。持ってきたか持ってきてないかでラインにねあるんですよ。そのレベルのラインに持ってきてないかもしれない。ロウソク消すと暗すぎるよ。風照明だけでは。ゆいさんの部屋、風照明とキャンドルとお花、めっちゃおしゃれやね。ありがとう。いて座だよ。梅、桃、桜の見分けつきますか？桃、梅と桃はわかるかもしれない。間接照明切るとこうなる。だいぶ明るいでしょこれで。で今ねちょっとテレビがついてるんだけど、
私は見ていないから消すよ。いい匂い。今はあの部屋の隅っこのライト、上の電気とキャンドル。そう、エモな生活をしたくてですね、キャンドルやら。やっぱでも自分本当に思うのは、自分のお部屋が自分の好きなお部屋じゃないと本当にリラックスもできないし。そう、これはアロマオイルを買いました。いい匂い。あとはヒノキが欲しかったんだけど、ヒノキのアロマオイルがなかったから、ヒノキのアロマオイルも買いました。これで30ミリ入ってるんだね。結構入ってる。横山さん1、秀丸さん、だるま、慎吾さん、クッキー、あ、ホワイトデーか、忘れてた。宮崎三点点さん、園長さん、式スタンプ、オニオンナイトさん1、いっちゃんさん1、ゆってぃさんもクッキーありがとうわさんも1、それなりさん、ハート、オニオンナイトさん結婚して好き、あのねさ、こんなマシュマロが、タミオさんクッキーありがとう。これ1っていうのはこれ何なんだ、この1っていうのは何なんだ。そう、ろうそくのこの溶けたろうあるじゃないですか、この中の。そう、この溶けたろうに入れるっていう。あー、ヒノキの香りしますわ、うん、ヒノキはね、さっき入れたの。そう、火の匂いだね。髪の毛燃えるで、何年女の子やってると思ってね。燃えません。これはココナッツ&バニラ。うわ、最高。これはフレッシュリネン。あ、絶対いい香り。はぁ、最高。もうさ、香水好きすぎて何がどんな香りかね、わかるようになってきた。あの成分言われたら、あ、これとこれが入ってるからこういう香りかみたいな。そう、あ、硬っ。おお、そう、スウィーティー、めちゃ甘い。そう、揺らぎがない。他のアロマと、そう、大丈夫、全部天然の 100% のやつだから大丈夫だよ。いいですね。これは原産国もあれもこれも日本です。ヒノキ、ココナッツバニラいいよね。これはシーブリーズ。ああ、最高。これはちょっと見えぬ。
お腹すぎそう。これはマグノリア系？これこれ、うわ合ってるじゃん。ジャパニーズマグノリア、うん、あベビーパウダーね、確か入ってた。あいいね、これめっちゃお花の香り、めっちゃお花の香り。ヒノキ持ってますヒノキいいですよね。これは今ね香ってるだけだよ。これあのね届いたから開封してます。ブラック全然文字が読めん。黄色に白字で、ブラックこれなんて読むんだ。お、あ、へえ、好きな匂いこれ。これうちの、これうちの川原家が昔この匂いのアロマ炊いてた、ずっと。あ、あって。あ、いい匂いです。これはマンダリン、あ、あんまり私好きじゃないかもこれ。あ、まあ、好きじゃなくはないな。なんかフルーツみたいな香りする。あっなんかフルーツみたいな香りする。これは、あ、これがベビーパウダー。めっちゃいい匂い。私でも最近ウッディ系の香りとか甘い香り結構好きなんだよね。これはこれフリージアです。硬いんだよな私さ、あの結構力がある方なんですよ。なんかさペットボトルとかさ、こういうなんかこういうのとかさ、開けてって言わずとも開いちゃう、うん、申し訳ないですね。はい、全然開いちゃうっていう。あ、フリージア畑行ったことありますか皆さん。フリージア畑の香り、まあそれはそうなんだけどさ、あ、いい匂いです。いい香りだわ。うん、フリージア、これはラスト。パーマ、パルマ、やばい、くしゃみでそう。あ、柔軟剤いい香り。セット販売でココの香りを選択できた。あ、そう、でもセット販売のやつがで全部好きなんじゃないかっていう、好みの香りじゃないかっていう、ね、セットを見つけたから、
これなん。なんかあのブドウの皮の香りがする。けど甘い甘いブドウの皮の香りがする。ヒノキは安定ですよ。大好き私。ヒノキ風呂、もうこの前も言ったけどヒノキ風呂いいよねっていう。でも何があれかってこれめっちゃ出しづらいんですよヒノキ。そう。全然落ちてこないし。あ。いいわね。全然こっから離れないんだよね。でも部屋の中がいい匂いな気がする。オフ、僕よくやりがちですけど。これさ、待って、これさ、プラスチックちゃうんっていう。違うか。いや、ガラスや。ガラスやわ。風速消してオイルを入れてまたつけるのは一般的に、あのね、消してつけるっていうプラっぽいよね。プラっぽいなと思ったけど、角にコンコンコンってやつ結構固めな音がしたんだよね。あとこれ4個あるから1回潰してみようかな1個。大事じゃない。だってこれプラスチックだったら燃えるぞ多分。でも重量が結構あるから、プラスチックじゃないんだよね、この素材がさ。ここの、あの音はさ、すごいプラスチックの音なんだけど、この、全然。ここに当たった感じがガラスなんだわ。今ガラスとガラス合わせてるんだけど、ね。まあいっか、かわいいし。私1個電球、かわいい電球と迷ったんですよね。まあ、日替わりでつけてもいいんだけどさ、宇多田にこれとこれどっちがかわいいって聞いて、こっちがかわいいって言ったら、じゃあそっちにするって言ったものがこちら。結構がん、やっぱガラスか。じゃあこのさ、紋章の刻まれ方がガラスなんだよね。あのガラスに刻んだやつを上からポリカーポ割れるか。これこれあと3つあんの。これまあ、燃えなきゃいいんだけどね。多分燃えない性質にしてあると思います。いい香り、素敵じゃない。これ置くやつ欲しいな。こうやって置くかも、もはやね、置く場所ないよっつってね。そうなんですよ。
物が多くて、捨てましょうって、ね、いろんなものを断捨離しなきゃいけない。私立ち位置表を全部取ってるんだよね。取っておきたいなって思った時は全部、そう、立ち位置表を全部取ってるから、そりゃ多くなるよね話なんだけどさ、ここに置くか。あ、いい、ちょうどいいですね、ここで。よし、反響よさめ、あ、よさめ、棚いっぱい、でもね、棚がいっぱいあると入れしまえるやん、まだっていうので物を増やしてるから、私はこれ以上棚は増やさない、絶対に。写真で保存？あの、写真が多いのよ、まず。そう、立ち位置もう結構あの、見返す思い出にもなるし、見返す時もあるし、あ、このまだ資料来てないけど、この位置だったら多分これこの時やったなみたいな。 YouTube はの皆さん、見てください。けどもう2000回再生されててびっくりした、ありがとうございます。2000回再生、2000回も再生していただいてありがとう。そう、次の歌ってみたら何出そっかなっていうのを考えてるんだけれども、手島葵さんの曲とか歌いたい、テルーの歌とか歌いたいの、もはや。私ねえ、ライさん、何の話したか、 YouTube です。ライさん、ジョン・マイ・ラブの、ま、2、3期で万次郎をやってらっしゃった村井さんっていう、ライちゃんって呼んでたんだけど、そうに、ミッサー・テルーの歌とかめっちゃ似合うと思うな。ミッサーにテルーの歌歌ってほしいって言われてたんですよ、前前とかって。そう、だからテルーの歌確かいいなと思って。しかもさすがなのが、私歌ってみたらやっぱめっちゃ合うんですよ、テルーの歌、ああいう系。そう、テルーの歌歌いたいな。てか、タリーズのミルクティー飲みたい。これタリーズのミルクティーやん、それ今飲んでるやんって思ったじゃないですか。こんなもんじゃないんですよ、もっと美味しい店舗のやつ。テルーの歌はあれだ、ゲド戦記とかの歌ですよ、確か。ゲド戦記とかの歌なんですけど、10分前ですかね。いい明かりだ、君、とても良い明かりだ、この明かりを求めていた。ライブハウスで手島さんが歌うテルの時だ、マジ感動した。え、いいな、マジで羨ましい。私あの声が聞ける時代に生まれて良かったって思います。あっちの明かり消そうかな。ねえつって。ねえ。消そうかな。ああ。でも、ああ、結構明るいな。結構明るいかも。やや苦めじゃない？タリーズ。あ、それがいいんですよ。あ、ボスのいちごミルク飲みましたか？私超気になったけど、タリーズのこのミルクティー見つけちゃって、その日にミルクティーを飲みたい気分だったんですよ。
からミルクティーにしちゃったんだけれども、気になってる。これはこっちに置くべきだな多分。あ、そう、あ、すごい、おもろ、なんかおもろ照明になってないですか。いいですね。私はいつもこの明かりで、寝る前はこの明かりでやってますけど、間接照明がもうなかった、なくて、ろうそくだとね、意外とあの、うん、この私火の香り好きなんですよね。結構暗め、あの暗めに見えるでしょ、結構明るいのこれ実は。寝る前はこれ、この状態でスマホいじったり、昨日もね、あのこれ新しくしたんですよ、このろうそくを。そしたら超ろうそくっぽく垂れてくれて、これ見えますか、見えないか、見えないか、ろうそくっぽくこうツーってここ垂れてくれて、超ろうそくの形になってる今。暗め、めっちゃ美味しいよ。本当どういう美味しい。いちごいちごしてる。私ガチいちごミルクの美味しさを知ってしまったからな。うん。いちご日和さんのガチいちごミルクシェイクが。アナログ的な照明は癒されるよね。私も癒されます。電球色が好きなの。電球色、あ、なんか白っぽいさ、青っぽい光あるじゃないですか。あっちよりは私はこのなんか温かい、心が温まる照明が好きですね。こういう、すごい爪が真っ黒。いちごさん食べるの？いいなぁ、美味しそう。ガチいちご派にはかなわないけど美味しいよ。美味しそうで、私いちごミルク結構、あのいちご味のお菓子とかはあんまり、まあ、好んでは食べないんですけど、実はあのいちごが好きだから。そうけど、いちごガチイチゴだったら好きなんですよ。だしイチゴミルクは結構飲むんだよね。イチゴ味のお菓子は食べずとも。なんか人工甘味料があんま好きじゃなくて、それこそ私最近聞いてほしいのが、結構カップラーメンとか、あのおい、私はうまかっちゃんで育ってますから、九州の人はもう分かってくれると思うんだけど、ほんとうまかっちゃんってさ、日常のさ、食卓なんかマジで週1時ぐらい食べるじゃないですか、もう多い時は。うん、とかちょっとお腹空いたなみたいな時食べるじゃないですか。そう、うまかっちゃんとかさ、まあカップラーメンいける人だったんですけど、私あのやっぱカップラーメンとか
カップラーメン、うまかっちゃんは自分で作るから、まあ、いいんですけど、そう、あのカップラーメン、あのプラスチックに入っているカップラーメンとかはもうあの調味料じゃない、添加物とかは気になるけど美味しいから食べちゃうんですけど、美味しいから結構好きなんですよ結構好きなんですね。でしかもこの前もうまかっちゃカップヌードルのさ、ネギ塩味って知ってますか、最近有名な。であれが気になって、買っちゃおうかなって買ったんだけど、めっちゃ美味しかったんです。まあそこまではいいとして、なんかね、カップラーメン、そう、なんか食べ慣れたさ、もうカップヌードル、日清のカップヌードルとかだと食べれる、割と食べれたりするんだけど、なんか何食べたっけな、なんかあのほんとか、うまかっちゃんか、あのまあ三方の焼き豚ラーメンとかありますけど、それも大好きですけど、なんかあのすごい体に合わなくなってきちゃって、うん、チリトマトね食べたことない、食べたい。私はシーフードが一番好きです。シーフード最高。袋麺はそのまま食べたことある？え、バリバリバリってこと？ないですね。バリバリバリ、こうかじるってことでしょ。高菜明太味も美味しいね。高菜明太、あね、うまかっちゃんね、美味しいよね。九州の豚骨の香りがする。あ、そうなんです。うまかっちゃんたまに食べるとこれこれってなるいやマジでわかる本当にわかる。うまかっちゃん北海道で見かけない豚骨スープな、豚骨スープで北海道は逆にさ味噌系のスープのが多いんじゃない。いや本当に生麺タイプ、うわ、私生麺タイプのあの熊本ラーメン、黒ラーメンとか、一蘭とか結構美味しいって感じです。棒ラーメンも大好きなんだけど、なんかそのちょっと安めのカップラーメンとかあるじゃないですか。そう、あれがちょっと体に合わなくなったかも、ちょっとだけ。そう、アレルギーとかじゃないよね、わかんないんだけどさ。味噌、塩、醤油が多い。あ、そうだよね。もう私さ本当に小学校ぐらいまではあの小学校ぐらいまではラーメンって豚骨しかないと思ってて、豚骨が通常で、まあ、塩ラーメンとか味噌ラーメンとか、私味噌ラーメンの存在を知らなかった、中学校ぐらいまで。結構ラーメン屋行けば豚骨やしみたいな、まあ、豚骨醤油とかもありましたけどね。だから豚骨ラーメンの他に塩ラーメンがあったら、え、塩ラーメンって何、珍しい、美味しそうやなって感じだったんですよ。そう、でも九州で育った、九州の北部で育った人はそうなんじゃないかなと思うけど、本当に豚骨もね、豚骨に、じゃあラーメン屋行けばもう当たり前に豚骨だから。桂花ラーメン、あ、私桂花ラーメン大好きなの。なんか新宿ありますよね、私行きましたこの前、もう美味しくて美味しくて、逆に豚骨知りませんでした。醤油、味噌、塩だけかと思ってました。醤油ラーメンも、醤油ラーメンはね、なんかさ、例えばチキンラーメンとか
ああいう類のやつしか知らない。ああいう類のものと豚骨と、まあちょっとさっぱりめの、ちょっとあの なんていうのちょっと変化球みたいなやつだと思ってた。カレー味のラーメンがある。カレーラーメン、カレーヌードル、カレーラーメン、カレーラーメン美味しいよね。カレーうどんも好きです、私は。都会はさ、そう、全国からこう集結してるからさ、いっぱいいるけど、やっぱりそれが集結する前の地方は結構面白かったりするよね。大学まで豚骨ラーメン食べたことなかった。博多で初食べ、うわ、いい経験してますね。やっぱ一発目は博多のやつでないと。経過知ってるのね。いや、もうほんと美味しかったし、あの至るとこにくまモンがいて可愛かった。そう、私は歌唱力見てこんなにうまいんだって衝撃受けて気になってきました。え、嬉しいです、ありがとうございます。ちょうどね、昨日夢見るっていう、カタカナで夢見るねっていう YouTube を私やってまして、あの吉田カレンちゃんと宇多田ハスカちゃんと3人で、そう、夢見るに月と水鏡っていう歌を歌ってみたっていう動画出してるので、ぜひあの調べて、よければチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。佐賀のちゃんぽん、東京、東京、佐賀のちゃんぽんはね、あるよ。新橋だよね。新橋に伊万里ちゃんぽんっていうお店があるんだけど、そこが佐賀の井出ちゃんぽんと、まあ、親戚みたいな、親戚の方が、娘さんちが、ちょっともうあのどこ経由かちょっと忘れちゃったんだけど、のれんわけみたいな感じで、よいしゃっくり出る。新宿、新宿じゃない、新橋、新橋にあの伊万里ちゃんぽんって調べたら出てくるので、ぜひあの私のグッズとか飾ってくださったり、なんかあのミスターの和ノートみたいなのがあるっぽくて、私もね行った時にみんなの感想を見て、そこにコメントとサイン書いてきた。から見てください。ちゃんぽんとラーメンどう違うの？もう味も、あとね、野菜がいっぱい入ってるね。野菜いっぱい入ってるから、まああのラーメンよりはこう、なんて言うんだろう、まだゼロカロリーに近い。どちらかというと、そう、どちらかというとゼロカロリーに近いし、まあ、太め、ちょっとあのラーメン、え、ラーメンって、あ、地域によるのかな、麺細い太いみたいな、まあ、あのちゃんぽん麺だからちょっと太いしみたいなね、ヘルシーなんだね。まあ、あの野菜いっぱい入ってるから、まあ、1日にね少しは野菜取れるかなみたいな、野菜いっぱい食べれます。あとはね、長崎ちゃんぽんは魚介ベースで、佐賀ちゃんぽんは豚骨ベースなので、あの一回ね食べ比べてみてほしいな。長崎も長崎で美味しいし、佐賀も佐賀で美味しいのよ。本当に美味しいよ。優しい綺麗な歌声でうまくて本当に感動しました。もっと歌に自信持って武器にした方がいいよ。ありがとう、めっちゃ褒めてくれる。ありがとう、サニーちゃん、サニーさんくん。だけどありがとうございます。
松山にちゃんぽんのスープのうどんがあった。ええー。バイト先のラーメン屋さんは味噌太麺、醤油細麺チョイスしてました。ええー、美味しそう。今日はそういえば昨日の代わりは何の香水、何の香水だろう、何だろうな、いろいろ何つけてたか、ちょっともう私気分でつけるからな、気分でつけるから。何つけてたっけ昨日は、昨日はジル・スチュワートかな。本当に毎日気分で変わるんだよね、ジル・スチュワートの気がする。豚骨は久留米一択で、久留米ラーメンは美味しかとばい、久留米ラーメン美味しかとって、久留米ラーメンも美味しかばって、私はあの熊本のね、熊本のあれあれ何ラーメン、黒ラーメンっていうの、黒豚違う、黒豚は鹿児島、もうよう分からんけど、そう熊本のラーメンも美味しかって、でもやっぱ久留米ラーメンは美味しかね、そりゃんばい、久留米ラーメンの美味しさは計り知れんもんね。国定ラーメン、あそれそれ買って帰った、黒マー油の焦がしニンニク、あうん多分ニンニク入ってた。女子です、 YouTube 見るね、ぜひ歌ってみて出してください、好きな歌手いますか、女子ジュサニーちゃん、歌っ違う好きな歌手、歌手はアイコさんと幾田りらさんと、あとでも手島葵さん、なんかあの友達に手島さんっていう人と、なんか手島さんっていう人がさ、小学校とか幼稚園とかもいっぱいいすぎて、何が何だか、ちょっと何が正解なんだか分かんなくなっちゃった。おいしかねーとおいしかばってん、使い分けあるの、おいしかねーはおいしいねーってこと、手島だと思って、手島葵さん、私幾田りらさんの歌い方めっちゃ好き。あとはね、歌手でしょ、歌手は、どうなったんだろう、私結構本当にいろんな曲聴くんだよね、本当に。チリビーンズさん、うわ、わかる、マジでわかる、マジ、私もあいみょんさん好き、リトグリさんも好きだし、
イーガールズ、あ、私佐藤もかさん好きなの。ネルトビターとか歌ってる方なんだけど、いい歌詞を書かれるんですよ。それが なんて言うんだろう、なんか恋愛してる子にも寄り添えるし、普通に日常生活をしてる女の子にも、そう、日常生活をしてる女の子のを歌にしたり、本当だから恋愛してる子にも寄り添える、普通の日常楽しんでる子にも寄り添える、日常ちょっと嫌だなっていう子にも寄り添える、プラス失恋をしたりとかちょっと悲しいことが、え、待って、あ、すごいヒノキじゃん。ちょっと悲しいことがあった時も人にも寄り添えるっていうね、なんか不思議な曲けど本当にいい曲を書かれる方なんですよ。それがメルトビターは大好きです。私佐藤もかさん、あと声がめっちゃいいの。声がねえ、いいんですけど、あとは、あ、でも藤井風さんも最近歌詞が好きで聞きますね。歌い方が好きっていうのなら、そんな変かもしれない、うん、うん、私のプレイリストはそんな感じかな。本当もうなんて読むのこの歌手名って人が結構入ってるから私も読めないような歌詞名の人がいっぱいいますね。うん、そうなの。カラオケ配信は歌ってみた、ぜひね、よくやってるのでぜひお越しください。結構でも急にやることが多いのでね、できれば今日は違うかな、今日は違うかな、今日はどうだろうって覗いてみてくださったら嬉しいです。ラブリーサマーちゃんも好きだね。洋楽聴きますか、もうゴリッゴリに聴きます。洋楽は最近入れたのはね、ガールインザミラーみたいな曲、ちょっとどっか行っちゃった、がえどこ行ったんだ、ガールインザミラー。あともうほんとブルーノマーズさんとか大好きで、モンティダッタさんまでいろんな曲ガンガン回してると、これって耳が反応する曲で嬉しい。私もね、インスタで結構、インスタのミュージック欄、ミュージックで結構おすすめが出てくるんですけど、それで結構、あ、いい曲みたいな、やっぱすごいね、おすすめ機能っていうのは。ぜひ今アカペラで何か歌える、何歌いますか、逆に何歌いますか。私実はギター弾けちゃうんですよ。ちょっとあっちに置いてきてるんですけど、あとは
マーク・ロンソンさんの曲とか、カーリー・レジプセンさんとか、これはあれ有名ですね、あのフルハウスの曲。 TikTok で流行る曲ってどうやって払うんだろう。結構振り付けが流行ったりとかね、とか誰かが面白いことやってるとその動画にどん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 便乗して同じことをする動画を回してこう結構やっていって、それがみんながやり始めてその曲がマイナーになるっていう感じの広まり方が結構多いですね。大体そうだね。ミスターがストーリーに上げた曲片っ端から聴くのがマイブームありがとうありがとう。じゃあ今日もなんかあげようかな。ちなみにおすすめは、流せないけど、私でもこれより良いは載せましたよね。より良い、これいい曲なんですよ。あとはコットンキャンディーさんのロングスカート、あぶね、いや、これもおすすめ。キャッチの振り付けしやすいメロディーだと、はい、そうですね、耳に残りやすい曲プラスみんなが平等に踊れそうな曲か、超難しくてでもキャッチーな振り付けだからみんなが踊りたいと思って踊る曲とか、結構アイユ様で有名な方ですよね。一昔前の洋楽よく聞くよ。あ、わかる。結構前、なんとかのオーディションで好きやの牛丼のテーマソング歌ってる人いた。いねえ。それ結構勝ち組なんですね。結構印象残ったもん勝ちみたいなところがありますから。ローラ・デイ・ロマンスさん。これな、ローラ、ラーラ、イージーカムさん、あ、これか、これ結構聞きますね、最近は。私、これ載せたか、この、この前。これ載せましたね。フォローして、私も洋楽大好きで、毎日聞いてる。得意な歌とか何でもいいから、何だろう、何が好きかな。何がいいんだ、あ、オーシャンゼリーゼーも入れてる。この前これ流してたら、驚かれた。メイクさんに。オーシャンゼリーゼをプレイリストに入れてる人なかなかいないよ、いろんな曲聴くんだねとか言って、はい、これ好きなんですよとかってあ、私藤井風さんのガーデン、この前あげたな、これもガーデン大好き。でもファーストラブとかポップスターとか聴きますよ。リルラリルハって知ってますか、木村カエさんのリルラリルハ。最近入れたんだけど、グー見せて。これ心理テストですか、あの、こうなってます。新しい学校のリーダーズ何回も聞いちゃう。なんかでもなんか私結構子さんなんですよ、新しい学校のリーダーズさん結構子さんなんだけど、だから嬉しい。どん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 海外展開していってるのもすごい嬉しいですし、私はね、ないって曲が好き。大人ブルーに目が行きがちですけど、ないって曲、ない結構好きです。これ大好き。あとはね、
パイナップルクリストファイ。パイナップルクリス、クリプ、クリプトライ。うん。パイナップルクリプトライみたいなやつ。好き。好き。私、大人ブルー結構前から好きだったんだけど。だから今、あ、今流行るんだ。って感じ。嬉しいけど。ふ。結構昔、最近はファーストラブとか結構流行ってます。ファーストラブの。を流しつつ、あの、なんか映像を、ちょっと彼女風動画だったりカップルの動画だったり学校でみんなで青春してる動画だったりをそのファーストラブに載せて流すっていうの結構流行ってますね。あ、そう、宇多田ヒカルさんの最初に買った CD は何買った？私でも CD1 回しか買ったことなくて多分 e-girls さんのアルバム買ったんだよね。ネットフリでみんなファーストラブ見てるから影響力そうに私まだ見てないんです。でもなんかちょっとまだいいや後々見たいけどちょっとまだいいかな。ちょっとなんか最近映画モチベが下がってるのでちょっと今日上げていきたいみたいなとこありますけれど、けどすごい気になってる。けどなんか流行ってる時に見たくないんですよね。うん、どういうことって、なんかもう結構で、しかもさ流行って結構経ちません？あれけどすごい熱がまだ続いてるからちょっと一旦置いとこうって感じ私は。天邪鬼、何それ、おへそ曲がり、何それ。なんかその私もう本当に人と同じ道を歩きたくなくて、そう、なんか人と同じ道を歩きたくないので一旦置いとく、一旦置いとく。てか本当なんか最近映画を見始めても冒頭でってなって切り替えることが多くなってきたなって感じとか、ちゃんと一個見たけど、今日はねマチルダミュージカル見ました。マチルダザミュージカル、うん、マチルダはマチルダのミュージカル見たって、結構映画好き友達というかミュージカルとかも好きな同じ系統の感じのね映画見るお友達がいるんだけど、マチルダのミュージカル見た、え、見てないの、早く見てって言われたから見るかと思って、でも私ミュージカル映画超好きだからぶっ刺さりました。もう最高最高。あとうわー、ルワールドダールさんのやつだってなった、うん、ロードオブザリング何回見ても途中で寝ちゃうから結末まで一生たどり着く。何それロードオブザリングって、早ちょっと今日早く終わって
お風呂に入ってさ、今日映画でチートデイしようと思ったのに、いやお腹いっぱいになっちゃってね、何せ。おすすめの映画ありますか？でも見てないのがいっぱいある、本当に。見て。指輪物語、ホビットとか見てないです。将来歌手とか目指せるする？洋楽は英語ペラペラで歌えるの？洋楽歌えるとかっこいい。イエーイ。でも一回私、あの、トップオブザワールドを音楽の授業でやっ、いや、やってないわ。トップオブザワールドを一回極めようと思って、トップオブザワールドのやつをめっちゃ聞いてめっちゃやってた。 Such a feeling's coming over me。 I'm true especially homie。私でも音楽とを共にしてないと生きてる意味がないというか、生きてられないと思いますに本当思った最近。ワンス見に行けてない、あの歌手、あのカーペンターズさんのトップオブザワールド、そう、ルマンスかくれんぼ、ルマンスかくれんぼにしたらとか言ってそうかれんが。フィルムレッド、いよいよ8日からアマゾンプライムで配信。へえ、そうな、早な、早いね。はい、あ、ま、私何見たかな最近。もなんかいろんな、え、あのアニメとかその映画を結構見てるはずなんだけど、何見たかあんま覚えてなくて、うん、あのいっぱい見たし、結構やってるし。 Yesterday Once More は、わかんないブルージャイアント、わかんない。ネトフリで見るのでね、最近私はもう一生ネトフリかフール見てる。どうだ、テレビ離れがもうね。今日は千尋さんを見ようかなって思ったんだけど、でも昔のさドラマとか好きなんですよ私。だからごめんね青春とか、あのちょっと載ってないな、あとあれだよ、なんだっけ、あ、カルテット、カルテットも好きです。カルテットって舞言葉舞言葉がもう名言だからさ。ディズニーの歌歌える？落ち込む時多いからそういう時におすすめの曲を教えて。ディズニーの曲私もう毎日聴いてます。私ディズニーから入ってミュージカルが好きになって、ミュージカルっていうか歌、歌が好きになって、そっからミュージカルやってみて、ミュージカルというものをに挑戦してみて、で結局原点はやっぱミュージカルは違う、ミュージカル好きなのとか原点はやっぱディズニーだなって本当に思った、うん、扉開けてがいっちゃん好きかも。扉開けてと輝く未来と自由への扉とか好きですね。
落ち込む時にどういう曲を聴きたいかにもよるかも。落ち込む時はね、逆に泣きたいとかであればすごい泣きたいなとかであれば、私はなんだっけ、小田和正さんの確かなこととか聞きますけど、ワンピース大好き。でもコナンの映画もね、結構私好きですね。面白いよね。いやもう続いてるだけあるわって思う、本当に。なんだっけ、あそう、確かなこととか、命の記憶って知ってますか？二階堂和美さん、これ和美さんっていうのかな、かぐや姫の曲なんだけど、あのこれはね本当にあのスーッと涙が出てくる感じですかね。でもぶち上げていきたいなみたいな、もうなんかもうぶち上げていきたいってなれば、あのハイスクールミュージカルのみんなスターって曲と、あと It's Very Mini、めっちゃ聴いてます。あとね、ザ・グレイテストショーっていう、あのグレイテストショーマンの曲なんだけど、ザ・グレイテストショーっていう、もう気合ぶち上げる曲、うん、かなとかですね。私はあのかぐや姫、かぐや姫70年代まで遡る、どういうこと、どういうこと、あのジブリのかぐや姫だよ、ジブリのかぐや姫。ミュージカル役者さんの歌声だけで言えば誰が好き、私はもう、私はもう、でも本当にカエさんの歌声とかヤスさんの歌声めっちゃ好きなんです。共演してないけど、共演はしてないけど、わあこの人といつか一緒の舞台に立ちたいなとかって思うのは柚木風花さんっていう、知ってる方いらっしゃるかな、柚木風花さんっていう方がいらっしゃるんだけど、うん、東京ラブストーリーで赤名梨花ちゃん、まあ、海側でね、梨花ちゃんを演じられてた、次あのスパイファミリーの夜ちゃんを演じられる方なんだけど、かわいいんだよ本当に。あのね本当に本当にって、あの人間がかわいいってこういう人のことを言うんだな思います。柚木風花さんの演技とか歌声が感動しました、はい、ディズニーの、あ
あのあれだ、ジブリのかぐや姫だけど、めっちゃいいから見てみて、聞いてみて、かぐや姫の命の記憶っていう曲。結構でミュージカルソング聴きますけれども、はい、僕こそ音楽っていうミュージカルソングも好き。あとね、サムシングも、命をあげよう、私だけに世界が夜終わる夜のようにっていう、ミュージカルの歌が好きなんですよね、私結構。そうなんですよ。だから結構あの、もう最近ほんとミュージカル映画しか見てない、まあ、おすすめのミュージカル映画はあれですね、プロム、ザ・プロムっていう曲と、サマーキャンプミュージカル、マナさん、カナさんめっちゃ歌う、私あのオプナイで共演してさせていただいてるんだけど、あの横山大輔さんの、大輔お兄さんですね、はい、大好きです。もうお二人の声がもう透き通りすぎて感動、あの稽古であんなに鳥肌立ったのはあの今まででまだあそこ一回だけですね。そう。ってぐらい稽古で美しすぎて、あのあれで何の曲だっけな。まだいける。あの月明かりが綺麗な夜は物思いにふけるのって曲、あれをかなさんと大輔さんがデュエットするんだけど、私もう素敵すぎて感動して気づいたら泣いてましたね。びっくり、すごく素敵でした。13位ズーリンガニマさん、12位ヨミーさん、11位ベイちゃん会長さん、ミスさんはエミーさん、ミスさんは10位シュンゴさん、9位ユッティさん、ミスさんは8位オムライスさん、7位オニオナテさん、6位チャリンカさん、5位横湯さん、4位ミーツさん、3位アナヤさん、ミスさんが最高、2位みなずき3000点さん、まあ、3300点になってる、はい、1位エンチョさんでした。ということで4732ありがとうございました。バイバーイ、ありがとうございました。にゃーん、チャージャー、 Thank you for watching guys, bye、 バイバーイ、また明日お会いしましょう。